大阪府立春日宮高等学校は、大阪府茨城市春日にある公立の高等学校。前身は、大正中期1921年に設置された、府立10番目の高等女学校だが、源流は、明治末期、春日村などによる高等小学校に付設された、裁縫専修科。略称は、春日校で、全日制課程と定時制課程を設置している。 1898年年8月、府北東部三島郡の農村による学校組合立養成高等小学校に裁縫専修化設置を認可された。同課は第三次小学校令交付に伴い廃止となり、1901年、養成高等省に各種学校、養成裁縫学校が付設された。ただ、裁縫学校も初年度54人がべて中退、 加えて1907年に高等症の修行年限短縮に伴い、1911年に都定学校の大阪府三島郡茨城町外八、毛村学校組合立三島女子企業学校が設置された。茨城町、三島村、愛村、福井村、水戸井村、宮島村、かす村、三宅村、玉串村の旧課長村による学校組合が設置した学校だったが、 軍で唯一の女子実業学校のため、三島軍の名前を公明に付けられている。だが、授業6割が裁縫など実習家であり、人気の都心部の高等女学校に生徒が流出したため、校長自ら今時こんな裁縫や染色養産などを課する女学校では女子教育の意味をなさぬとして公女への昇格と廃校を進めた。結果、 1913年3月末で廃校となり、新たに養成高等省に併設して、実業学校の大阪府三島郡茨城町外8、毛村学校組合立三島実家高等女学校が5月1日に開校した。実家工場での授業は、火星に関する学科目に限定されており、週34から36時間の半分を裁縫が占めたため、 公助への昇格を視野に、開校の翌1914年、軍への移管について、各村で議論を始めた。ただ、村の費用負担をめぐり反対意見が続出。3年後の1917年ようやく軍に移管され、軍立に改変された。軍立となった結果、授業料は安くなり、生徒も増え、大阪市から通う生徒も出たほどで、独立した校舎も整備。 翌1918年、悲願の高等女学校に昇格し、大阪府三島郡立三島高等女学校となった。ただし、同年8月23日に茨城川が決壊し、浸水したため、翌1919 19年12月に、春日村に高地を買収、茨城町から移転した。工所に、昇格3年後の1921年4月、今度は、 軍政が廃止されたため、大阪府に移管され、大阪府立三島高等女学校に改称された。授業内容の充実と授業料の値上げなど、他の控除の水準に追いつき足並みを揃えられるようになったものの、廃校や移転移管取る点が続いた上、当時の三島軍では、女学校へ入学させても正域になるだけで、何の役にも立たないと、府警が考えていたが、 本来三島軍の裕福な子女の教育機関であり、昭和に入ると大阪市内からの進学者が増え、1934年度、卒業生は大阪府下有数の学校だという誇りを生徒は皆ない抱いておりましたと述べている。1928年、大阪府立茨城高等女学校に改称した。太平洋戦争後の1947年3月の教育基本法と、 学校教育法の交付、連合国軍最高司令官総司令部指示で、普通科と職業科を合わせ持つ、総合性高等学校科が全国で進められた。それに合わせ、翌1948年、学生改革による申請の高等学校への改編で、大阪府立春日が高等学校となった際、家政科や定時制課程も併設し、5分校も設置し、 いわゆる高校3原則に基づく総合性高校となった。なお、春日ガ級の校名は大阪府立茨城高等学校と重複を回避するためで所在地の春日から取られた。JR 茨城駅から約300メートルの便利な場所にあり、茨城市の指定避難所となっているため、2018年6月18日の朝、震度6弱で茨城市でも 被害の出た大阪北部地震では避難所となり、市民が避難している。1. 一般的な教養を高め、専門的な学芸の基礎を築くため、学習活動を大切にする。2. 豊かな人間性と伸びやかな個性を育むため、特別活動を充実させる。3. すべての教育活動を通して、自ら学ぶ意欲とともに、 考え表現する力と豊かな創造性を持つ人間の育成を図る。4. 学校生活のあらゆる場面において人権尊重の精神に基づく価値判断と行動ができる力を養う。1. 人間を尊重し、個性を育てる。二自由と平和を目指し、自らの責任を果たす人間を育てる。3. 大らかな学風の下で自主。 自立の精神に富んだ人間を育てる。4. 地域社会と国際社会の双方に開かれた学校を作り、地球的視野から主体的に行動できる人間を育てる。裁縫専修科の設置は1898年だが、実家高等女学校の開校1913年5月1日を創立記念日と定めている。一方、周年行事を開く際に、 起点の年を前倒しして、義芸学校の設置1911年を創立の年としている。校歌は、細川誠による作詞、山田耕作による作曲。また、卒業生による作詞、作曲の創立70周年記念参加、当院青春をがあり、校歌と、茨城高等女学校時代の校歌と合わせた、レコードとして関係者に配布された。現在も、 音楽会や体育祭などの学校行事で歌い継がれている。交渉は漢字の春をデザインし、中央に甲の字。茨城公女時代は菱形の中に撫でしこの花、その中にうばと書かれたデザインだった。制服は1970年代の自治会活動が盛んな時期に制服廃止運動が起こったため、1974年から、 私服での通学が認められている。全日制課程が2014年から5年間、大阪府教育委員会の骨太の英語力養成事業の実践校に指定されていた。普通科の高校では、本校と寝屋川高校のみ指定されていた。クラブ活動では、全日制課程の公式野球部が1982年の第64回全国高等学校野球選手権大会に、 大阪府代表として出場した。大阪府の公立高校23年ぶり夏の甲子園に出場となり、上前敏彦監督は、やればできるぞ甲子園という著書を出した。1992年の第74回の地方大会でも、決勝まで勝ち進んだが、10年前と同じ対戦相手の近代付けに敗れ甲子園出場は、ならなかった。二千三年、音楽部が、 ミュージカルやオペラに挑戦し、市民に愛される活動を続けているとして、長い賞を受賞した。定時制課程も21のクラブがあり、2017年には、科学部が平成基礎科学財団から、小柴正俊科学教育賞優秀賞に選ばれている。また、カスピカと称して週1から2回、朝の清掃活動を行っている。2016年に始まった活動で、 生徒会を中心に部活動クラブ単位で、有志が校門前の歩道などを清掃している。1938年に建てられた旧本館校舎は、時計塔のブロンズの鐘や玄関ホールのなでしこの花の形の丸窓などの衣装で親しまれた。なお、旧本館は太平洋戦争中、伊王島から飛来した米軍機 P-51 により基準装者を受け、 弾痕がいくつも残っていた。銃弾を浴び土煙を上げる校舎の姿が米軍機のガンカメラで撮影され、映像も残されており、NHK の番組などで放映されたこともある。ありがとうございます。